ワシントン死後線とは、アメリカ合衆国の本所死後線として使用された、ワシントン DC を通る4つの死後線である。4つのワシントン死後線は以下のように定義される。アメリカ合衆国議会議事堂を通過する、死後線、ホワイトハウスを通過する、死後線級アメリカ海軍天文台跡地を通過する、死後線、新アメリカ海軍天文台を通過する、 四五線、これらの四五線は、以下の三つの方法で知ることができる。天文観測で使用される、局所延直線との対応など27との対応、など27は、カンザス州オズボーン軍ミーズランチの三角点における、平均海水面に基づく、地球楕円体であり、楕円体の中心が、地球の中心と一致しないなど83との対応、など83はその中心が、 地球の中心と一致する地球団体でジオイドとの起伏の差がプラスマイナス100メートル以内となっている。など83による議事堂の経度はなど27と1.1秒小さい。天文経度はなど83より4秒小さい。ピエール・シャルル・ランファンは1791年のアメリカ合衆国の高級的政府所在地となる都市の計画において最初の死後戦を特定した。 彼の計画では、議事堂の経度を0度レーブとすることになっていた。アメリカ合衆国議会議事堂のドームの中央の経度は、アメリカ連邦即地局により、整形77度00分32.6秒と与えられている。ゼロマイルストーン。背景は、ホワイトハウスランファンの計画では、ワシントン市の外周は直角三角形で、直角の頂点は、 ジョージ・ワシントンの騎馬像、東の頂点は議事堂北の頂点は後にホワイトハウスと呼ばれる大統領官邸とすることとなっていた。ランファンの計画による三角形の西の辺は大統領官邸を通る四五線となる。このワシントン四五線上、または四五線付近には以下の九つの像がある。 ジェファーソン記念館の中心1793年に国務長官トーマス・ジェファーソンがランファンの三角形の南西の頂点を測量し木星の標柱を建てた。これにより大統領官邸を通る守護船が第二のワシントン守護船となった。木星の標柱は1804年ジェファーソンが大統領に就任した時にジェファーソンピアに置き換えられた。 ジェファーソンピアは、その後何度か置き換えられ、現在は1889年に設置された、ワシントン記念塔の西北西119メートルの位置に2フィート四方、高さ2フィートの加工岩製の標柱となっている。NGS による測量では、整形77度02分11.56258秒となっている。議事堂への方位角は89.98度であり、 議事堂の真西に対して1メートル以下のズレがある。1890年、大統領公園中央のザエリプスに死後戦0が設置された。死後戦0は18インチ四方の加工岩製の氷柱で地表面に上面だけが出るようになっている。NGS による測量では、成形77度02分11.55880秒となっている。 1923年、ザエリプスの北側にゼロマイルストーンが設置された。ゼロマイルストーンは18インチ四方、高さ3.5フィートの加工岩製の標柱である。NGS による測量では、成型77度02分11.57375秒となっている。ホワイトハウスの中心ラファイエット公園にある、クラーク・ミルズ作のアンドリュー・ジャクソン大統領の騎馬像。 1853年に四五線上に混流されたホワイトハウスから北に伸びる16番通り。16番通りはちょうどホワイトハウス四五線上を通っているのでホワイトハウス四五線は別名16番通り四五線とも言う。かつて大統領官邸から北に2 4トルのところの丘の四五線上に1804年に建てられた小さなウェリスクがあり、 その丘はメリディアンヒルと呼ばれた。1900年までここは16番通りの北端だった。1900年に16番通りは北へ延伸され、オベリスクは16番通りの東のメリディアンヒル公園へ移設された。メリディアンヒル公園の16番通りに面した西の壁に貼られた名板。この名板はここから16.1メートル西のところに ワシントン死後戦表があったことを示している。メリディアン・ホーブロックス、ノース・オブ・アブザーバトリルッキング・サウス、第3の死後戦は、1850年9月28日にアメリカ合衆国議会によって定義された。天文台は、この死後戦は、旧海軍天文台の本館の上の小ドームの中心を通る死後戦と決定した。現在も、 ホギーボトムの言い通りと23番通りの南西角に残されている。天文台ではこの四五線の経度として、整形77度2分48.0秒を採用し、1855年から1869年までアメリカ歴標高概念間に掲載していた。1892年に天文台が閉鎖された後の1897年、 沿岸測地局はこの死後線の経度が整形77度3分2.3秒であると報告した。この値は以降50年間公開年間の観測書一覧に自覚後 H8 メートル 12.15S として掲載された。後の測地形を参照してこの死後線は整形77度3分6.119秒または 生七77度3分6.276秒と様々に表された。など83では生七77度3分5.194秒となる。1912年8月22日、アメリカ合衆国議会はこの死後戦に変えてグリニッチ死後戦をアメリカの公式な本所死後戦とすることを決定した。西部の州の多くは、 ワシントン死後戦による政権に基づく宗教を設定しており、それは1850年の旧海軍天文台死後戦によるものである。下記の表に東から西へ向かって現存するワシントン経度による宗教を示す。宗教が確定した時は同盟の準州であった。設定年月日が書かれていないものは、その上に書かれている年月日と同時に設定されたことを意味する。 フォーコーナーズ。ワシントン死後線による、成形32度上にある。写真は2010年に新たに作られたモニュメント。他の州の宗教は、グリニッチ死後線に基づくか、川や湖によって定義されている。第4の死後線は、ホワイトハウスより3 8キロメートル北西の、深海軍天問題の時計室を通過する死後線である。 経度は77度 356.7w、77度 42.24w、77度 41.16w である。時計室は直径1000フィートの円形の海軍天文台の敷地のちょうど中央に位置する。海軍天文台の入り口はマサチューセッツ通りと34番通りの交点にある。と定められていたにもかかわらず、 1898年から1950年まで公開年間のいくつかの表で深海軍天文台死後船が使用されていた。ありがとうございます。